皆様こんばんは。6月の4日午後4時58分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日土曜日の第2部の夜のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、今日もねごめんなさいね、朝が早くてですね、仕事先ほど私も戻ってきました。ですからちょっとこうね、またまた最近こう忙しい日々が続いているわけでございます。リアルワークの方でですね、忙しい日々が続いているわけでございますけれども、ちょっとね、あちらでございますよ。仕事がね、結構ある程度まあ落ち着きを取り戻す様相がちょっとまだ見受けられないので、一時はね、1日1回配信の日々が続くような形にはなりますけれども、できる時はね、当然2回配信をね、きちんとしていきたいなというふうに思っておりますので、今後ともね、よろしくお願いいたします。で、先ほど帰ってきて、収録の準備をしまして、今、仕事向かっているということでね、よろしくお願いいたします。はい。で、昨日ね、夜の第2部の配信でも申し上げました通り、夜の9時半に、アメリカの雇用統計がね、発表されました。そこを受けて、どうでしょう、ニューヨークダウであるとか SP が、下落の方向に向かっていってるんですかね。そこに相重なって、ビットコインもね、まあ、いわゆる仮想通貨業界も、ちょっと下げ目、にあるような状況でございますね。まあ、昨日ね、発表された雇用統計、まあね、まあ、予想通りっていうところなんでしょうか。まあ、微妙なところ。うん。結構予想と離れてね、発表されることも多いんですけど、なんかまあまあ、ある程度予想通り、だったような形にもね、なっておりましたよ。まあ、これを受けて、昨日のアメリカの雇用統計を受けて、今月の6月の16日あたりですか、FOMC が開催されるということで、ここで、やっぱりこう、金利のね、0.5% 引き上げというのが、今の段階では、規定路線なんじゃないかというふうに言われております。これが例えば、景気がいい方向に流れていっているからと、0.75 に金利バリッと上げますよと、そういったことをされるとですよ、株であるとか、まあ、いわゆるね、仮想通貨業界からお金が抜けていって、みんな銀行の方にね、まあ、預金しようかいな、まあ、金利が上がっているんだったら預金しようかいなっていう形にね、やっぱりなりかねないので、そういったちょっとね、わけのわからんサプライズはいらんと、今の規定路線のまんま行ってくれというところでございますね。まあ、当然ね、景気がね、良くない、時には、この 0.5% の引き上げを逆に 0.25 にやっぱりしとこうかいなっていう風に、発表されるかもしれません。そうなるとね、言っちゃうと株であるとか、さっきも言いましたように仮想通貨業界の方にお金がね、流れてくるような状況にはなるわけでございましょうか。まあ、金利がね、上がっていかないのに銀行に預ける。それ、あまりいい旨味ないよねっていう風に思う方もたくさんいらっしゃると思いますからね。まあ、この、今回の昨日の発表を受けて、6月の16日の FOMC、そこを、に向けてね、やっぱりこう、発表がされるまでは、安心感が広がっていくまでは、ちょっとこうね、そういった株、仮想通貨業界の方にお金が流れ込んでくるというような状況が、一旦はね、こう、ストップするような形にはなるかもしれませんのでね、ちょっとこう、逆にお金が入ってこない、抜けていくばっかりってなると、やっぱりこうね、ビットコインもそうですけれども、落ちてくるような状況にはなりかねないのかなというふうに思いますので、ここはね、注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。一旦上がってきたとしても、ちょっと短期的な手締めをしていこうかいなという方々が現れてね、また売り圧になって落ちてくる、いうような状況になりかねないので、ここはやっぱり要注意でございますね。まあ、とにもかくにも6月の16日でしたか、 FOMC が開催されますので、そこまではちょっとこう、仮想通貨の方にお金がね、流れてくる。いわゆる買いしぶりが、起こってくるような状況になるかもしれませんので、一旦のね、上への花火が打ち上がるかもしれませんけれども、そこからのまたね、反転下落っていうのはね、注意をしておくべきかなというふうに思いますから、ここはよろしくお願いいたします。まあね、6月、どういった形で決着をしていくのか、今ね、4月、5月と、月足で見ると陰線つけております。3ヶ月連続陰線っていうのは、普通にまあ今までもね、あったような状況でございますから、まあそこも含めましてね、まあ5月、株は5月に売れっていうぐらいです。セルインメイって言いますけれども、その5月が終わって、やっぱり6月はね、ここから盛り上がってくるんじゃないかっていう基調もやっぱりこう心理的なものとしてはあると思うんですけれども、やっぱり、経済がね、ぐぐっと落ち込んでいてからの今回復基調にある、ということで、その景気と株、仮想通貨関連のね、まあ絡みっていうのはやっぱりこう注目に値するところかなというふうに思いますので、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょう行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、まずは重要ニュースがお二つ、そしてチャート分析、ビットコイン、イーサリアム、あとはエンジンですね、エンジン。そしてユニスワップ。そして最後締めくるのは、今やべえ状況になっているビッダーを、ビッダーを見ていきたいというふうに思いますので、皆様、土曜日の第2部の配信、ぜひとも、ぜひとも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 楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。
レッゴー。お願いいたします。お願いいたします。で、あと一つでございます。はい。バイビットさんの方で、WSOT2022 がね、開催をされます。6月の27日開始だったかな。で、エントリー期間が6月の10日から開始ということで、私、ビットマン TV もチームをね、作り上げて、申請が許可されました。いいぞと、ね、やってみろと、ハゲが。という形でね、申請許可されましたので、6月の10日あたりから、ここは皆様にね、ぜひとも、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。という形で、お願いをね、もう地面に、頭がぶっ刺さるレベルでバレットをね下げていきたいなというふうに思っておる次第でございますので、ぜひとも皆様、私ビットマン TV と一緒にチームを作ってチーム参加をしていただいて、ここね、韓国勢を次こそはバッタバッタと投げ倒していきたいなというふうに思っておる次第でございますので、よろしくお願いいたします。ビットゲットさんのね KCGI に参加ができなかった方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、バイビットさんの方をメインとして使っている方も多いかなと思いますので、まあ、使い勝手の問題もありますからね、もしよろしければ、バイビットさんの次は、まあ、大会でございます。まだビットゲットさんの大会は6月10日まで、それこそ。ですからまだね、引き続き私もトレードをしているわけでございますけれども、まあ、ここが終わってからすぐね、エントリー開始でございますから、ここはね、ぜひとも、よろしくお願いいたします。ビットマン TV という風に調べていただいたらチームが出てくるかなと。まあ、6月10日過ぎにね、またご案内をいたします。はい、それでは行きましょう、行きましょう。まずは、重要ニュース、お一つ目、こちら、ポチッとな、行きまーす。はい、ビットコインは再び狭いレンジでの値動きとなるのかと、ビットコインアナリストたちの見解はどうなってるんでしょうかということでニュースに上がってきておりましたよ。行きましょう。6月の第1週の終わりは世界のね金融市場にさらなる痛みをもたらしたと。で、ハイテク企業を多く扱うナスダック総合株価指数は 2.3% 下落、はい、SP は 1.4% の値下がりで6月3日のね取引を終えましたということですね。で、仮想通貨市場もいい結果にはならず、トレビューのデータによるとビットコインを3万ドル以上にね押し上げようと試みたが売りの波に襲われ、29,286ドルまで下落をしましたということですね。で、ビットコインは依然として狭い取引レンジに収まっていると。で、今後のビットコインの見通しについて複数の市場アナリストの見方をね紹介しましょうということですね。いきます。仮想通貨トレーダーでツイッターユーザーのアルトコイン、シェーパーでいいんですか、はビットコインが現在のレンジに戻ることは予想通りだったというということですね。まあ、戻ってきたから言ってるんだよね。違うんですか？違うんですかね。はい、行きましょう。まあ難しいですよ、予想をするというのは。まあ、結果論的に戻ってきたからそういう風に思ってたんだよ、なんぼでも言えますっていうね、ことでございます。いきましょう。最近の取引レンジの真ん中に価格が引き戻されたことを強調するチャートを投稿を、まあこういった形でまだレンジがね実は続いているんじゃないかということでございますね。上に関して言うと 32,500 ドル付近、下に関して言うと 28,000 ドル付近がレンジの上端下端ということでございましょうね。いきましょう。もう少し下がればロングの場所になりそうだと。まあ 28,000 ドルか 28,600 ドルあたり、このあたりはやっぱりロング勢がね仕込みを行っていきたいところ、何回も何回も反発をしてきておりましたからね、そういった意味で言うとここもう少し下がればというところを言ってるんでございましょう。ロングの場所になりそうだが、この辺りは全体的に不安定でありましてレベルがよくわからんと。で、むしろ2万と8400ドルをまず待ちたいというふうに言っているということですね。で、トレーダー仲間でツイッターユーザーのシャーディ B2 も同様に、イーロンやダイモン、ゴールドマンなどがしばらくの間クソになると言っていることが市場の思うしになるというふうに取引レンジへの根戻しをね嘆いていますよということですね。で、行きましょう。素晴らしいことではないが、下のチャネルに戻るならば、ここを保持する必要がありますと。もしくは、28,600 ドルへの引き戻しがあるかもしれない。ここを下抜ければ、我々は2万5000から2万6000ドルを考えなければならないだろうということで、まあ今ね、年明けからの最下探知2万5600ドルっていうのがあるわけでございますけども、ここをね、もう一回試しに来る可能性も、まあやっぱり当然、あるところがありますので、注意はしておきましょうということですね。で、行きますよ。3万2400ドルへの上昇は肩透かしだったと。エンパイア BTC ですか？は、前回のレンジ高値がレジスタンスとして機能することを強調したチャートを投稿。いいエントリーのために、どのレベルにね、注目するべきかの考えを示しましたと。で、3万2000ドルへの上昇は単なる逸脱だったようだと。前のレンジの高値が、これほど強い抵抗として機能するとは思っていなかったということですね。で、ポイントオブコントロールでのサポートに期待し、そこを注視したいということですね。いきまーす。長期的に強気派が勝つだろうと。市場の、現在の市場の攻防がね、いつまで続くかについて、ツイッターユーザーのクリプトローバーが強気の反転パターンのね、形成を概説するチャートを投稿、加工ウェッジが作られているということですね。いきましょうか。ビットコインが最終的に大きなペースで上昇し始めるまでには、はい、あと3ヶ月はかかるかもしれないと。いわゆる、このウェッジの先端に差し掛からないとということでしょうね。しかし、一つ確かなことは、我々は典型的な強気なね、買い手の反転パターンを作り出しているということだということですね。時間は私たちに味方をしてくれているということですね。いきます。で、現在、仮想通貨し、全体の時価総額は1兆2170億ドルで、ビットコインの支配率、いわゆるドミナンスは 46.3% となっておりますよと。まあ、ドミナンス上がってきている。まあ、上が
がってきてる。ビットコインに金額が流れ込んでいるというよりも、あるところから資金が抜けているので、相対的にビットコインのドミナンスが上がっていってるっていう風な見方もできますからね。まあ、ここはあまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思う次第でございます。よろしくお願いいたします。はい、次のニュース行きましょう、行きましょう、行きましょう。まあ、ウェッジをね、作っている、まあ、そんな形にもね、やっぱり見受けられるかなというふうに思います。まあ、3ヶ月間。あと耐えなければいけないということは、9月まあ秋口ぐらいまでにはなんとか決着をねこうしてくれるんじゃないかなというところで期待感を込めていきたいところでございますし、下降ウェッジは基本的に上にブレイクしていくっていうところがね、メインの流れでございますから、そこを抜けていって大幅上昇ね、やっぱり年末にかけてしていってほしいなというところがねある次第でございますよ。で次行きます。あまりいいニュースではないものが流れてきました。アメリカのニューヨーク州上院 POW いわゆるプルーフオブワークのマイニング禁止法案をね可決したということですね。行きましょう。アメリカニューヨーク州の上院議員がビットコインなどの仮想通貨で採用されているコンセンサスアルゴリズムプルーフオブワークを採用した、暗号資産のマイニングをね禁止する法案を可決したことが明らかになったということですね。行きましょう。アメリカニューヨーク州の上院議員がビットコインなどの仮想通貨で採用されている POW をね採用した暗号資産のマイニングを禁止する法案を可決で、プルーフオブワーク、まあこれはねビットコインなどの暗号資産で採用されている有名な取引承認の仕組みではあるものの、やっぱり環境、まあ大量のエネルギーが必要なので地球環境にね影響を与える可能性があることから、まあいわゆる批判的な、ね、意見も出ていたんですよ。ですけれども、どんだけのレベルで地球環境に影響があるのっていう風に言っている方もたくさんいますよね。いや言うてもねっていう、人々が生活するレベルの環境破壊には到底及ばないレベルなんじゃないかというふうにも言われてますけれどもね。で行きましょう。今回ニューヨーク州上院で可決された POW のマイニング禁止法案は、行きましょうか。仮想通貨マイニングが与える環境への影響に関する包括的な調査がね完了するまでの2年間にわたって、だからどれぐらいの環境に悪いのかっていう、まあ、調査をまず2年しましょうと。その2年間にわたってマイニング企業に対する業務ライセンスの発行の停止、あとは州内での新たなマイニング作業をね禁止することなどを目的としたものとなっているということですね。ですから実質ニューヨークではマイニング禁止しますよということでいいんでございましょうか。でこの法案は昨年5月に最初に提出され、4月には州議会下院で可決をされていましたが、今回は新たにニューヨーク州上院でも可決されたため、今後はね州知事に届けられ、州知事によって承認された場合には正式に同法案が採用されることになると報告をされていますと。でただし仮想通貨業界からはこの法案に反対する意見もね多数出ておりまして、ビットコインのマイニング施設から二酸化炭素が排出されているわけではないと、あとはビットコインネットワークの消費電力の半分以上はクリーンエネルギーで賄われている、そして今回の法律は雇用技術改革を革新を抑制することになるなどといった様々な意見がね、上がっておりますと。でこの法案が正式に採用された場合にはニューヨーク以外の州にも同様のね動きが広がっていく可能性もあるため、仮想通貨業界では今後の動向にもね注目が集まっておりますということでございますね。まあこれが、正式に、なってしまうとやっぱりねアメリカの方でマイニング今ね、シェア的には1位を占めているような状況で、中国は2位ですよね、今あのところですから、アメリカが下がっていって、他の国にまた散らばっていくのか、やっぱりマイニング禁止ってなるとね、マイナーの方々の売りがもう今のうちに売っとけという形で売りがね、やっぱり加速していく可能性もありますから、そういった意味でもね、やっぱりこれは注目をしておくべきいいニュースでございましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャーンタムゼーンキパパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。まずはお一つ目行きましょう。行きまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 29,680 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。このチャートに関しては週足チャートになりますね。今もう連続 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9週連続、もし今週陰線で終わるようなことがあれば、ドルベースで行くならばどうでございましょうか。陰線で終わるようなことがあれば、29,000 と、まあ500から400ドル割れでね、週足確定してしまうと、もう記録的な10週連続陰線というような状況になりますからね。これが逆にどっちに向かっていくのか、やっぱり8週連続は今まであった。で、9週連続は最高記録。これを10週連続に伸ばしていくってなると、もうこれダメなんじゃねえかみたいな形のね、雰囲気が蔓延してきて、より一層売り圧にね、なってくる可能性もありますから、ここはね、注意でございますね。まあ今、雰囲気では言っておりますけども、そういう可能性もあるということでございますね。で、日足に持っていきましょう。はい、こういった形。
はい、冷やしで行くならばいいですか、このね昨日の陽線を全て包むような形で陰線が作られている。ですからこれはねちょっと今頑張って上がってはきているんですけども、なかなかね億劫なところ $29,800、ここを抜けていけるのかどうかというところがまずね注目に値するところですし、冷やしで閉じれるのかどうか、これをこの状態のまま確定するとね、包みでの陰線が発生しておりますから、まだね、さらに下を掘っていく可能性もありますので、ここは言っちゃうと直近で言うと注意でございますね。そうなるとやっぱり、ここ加担値ですよね。$29,300、そこのアタックに入ってもしそのレベルを割れ込んでしまいますと、割れ込んでしまいますと、4時間で見ましょうか。ちょっと短期的なところに落とし込んでいきましょう。割れ込んでしまいますと、直近で言うとね、32,500 から大幅下落を起こした反発ポイント、29,300 から29,200付近ですから、そこを割れ込むとやっぱり28,600とか、そのあたりの値打ちまでね、またまたずるっと落ちてくる可能性がありますので、まあ28,600まで落ちてくればね、ここはある程度もう一回ね買い方のロング勢の仕込み場所だろうということで、差し値を置いている方も結構多いんじゃないかなって意外と思います。ですからその値打ちでの反発にはね期待をしておきたいところ。やっぱりレンジがまだね生きている。だから上端値で言うとこのレベル、$32,000ちょっと。下端値で言うと28,600でのレンジっていうところがまだ考えられるような状況にはなっておりますので、まあここからの反発にね、期待をしてロングインはまあ一つありなんじゃないかなと。で、あとはコロナ期からずっと続いている右上がりのこのトレンドラインですね。このラインもちょうど28,600とほぼほぼ被るような状況にはなっておりますので、ここをもし守れなかった場合はやっぱり28,000、そして25,000から6,000あたりをもう一回試しに行くような大きなね大幅下落をね起こしてくる可能性がありますので、まあレンジのまだ下端値というところですから、フルぶち込みはやめましょうね。28,600付近で、ちょっとまあ持ち資金の3分の1ぐらいをねちょっとこう試しでロングインしてみると、でもし割り込んでしまったら28,000、そしてその下の25,000付近でのロングインを仕掛けていく、もしくはロングが好きじゃない方はショートインですよね。28,000明確に割り込んだらショートでもうね、下落ついていって25,000ぐらいまでの大幅下落っていうところはやっぱりあり得る可能性が当然多いのありますので、そこまでの下落をね、ちょっとこう狙っていくみたいな形でやっておいてもいいかもしれません。まあね、結構瞬発的なね動きにはなるんじゃないかなというふうに思いますので、そこはね、もう様子が良くなってくるまで手出しはせんという方はもう剣相場様子見がねいいんじゃないかなというところでね、ここはよろしくお願いいたします。まあとにもかくにも28,600は一つレンジの下端値というところでね、ロングインのチャンスでございましょうから、ここはねよろしくお願いいたします。でこんだけ強くね32,500付近が固く意識されていたので、次上がってきたとしてもやっぱりね、次の上昇でまた抑えられて一旦の下落っていうのは見ていけるんじゃないかなというところで、逆にレンジのね上端値でのショートインで下落幅、まあ300〜400〜500ぐらいの下落をちょっと狙っていくみたいな感じでねやっていってもいいかもなというふうに思いますので、ここも合わせてね押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。今ねちょっとこう下目線が濃厚なのかな、落ちてきそうなね感じでも見えるわけでございますよ。やっぱり1時間足レベル、ちょっとね短期的なトレンドライン上にはもうちょっとプリッと乗ったんですけれども、乗りました。で高値をね結んだラインがありますから、ここでまず一旦はね抵抗には合うかなと思いますよ。短期的に行くと29,900ぐらい、ぐらいね、ここでの抵抗にあって、ここ抜けていけばある程度様子は良くなってくるでしょうけれども、$33,000付近にまたね、1時間足レベルの雲もあります。あとはここですよね、4時間の雲$31,000付近にもありますし、ちょっとね高値を結んだラインを超えていっても上値が重いということで、これはね意識をしておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。日足の短期もここ$33,000付近にいますから、もし29,900を超えて短期的な高値を結んだラインを超えていったとしても、$33,000付近がまた抵抗に合う可能性がありますからね、短期で入っていく方は29,900でもしロングインするんであれば、$32,000〜$300ぐらいでの利益確定をね推奨でございますので、ここはねよろしくお願いします。またそこを抜けていってからのロングインをして、まあ$32,000、まあでもね結構このレンジ内で中途半端な値打ちでね、まあ握るっていうのはちょっとやめた方がいいかなと。下端値もしくは上端値がねいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つね気にかけておいてください。はい、次行きましょう。次はこちら行きます。ビッツコインがキングならイーサリアムクイーンでございます。キモよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。行きます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が$1,770付近をね推移しているような状況でございます。ちょっとこれはね本当にね、イーサリアムもう何遍も言って申し訳ないんですけど、様相が良くないですね。もう$1,700いつ割れてもいいんじゃないかぐらいのレベル、あとは日足でも短期の移動平均線上に邪魔に上、から覆いかぶさって邪魔になっておりますし、あとは4時間もね見ていったらわかるかなと思いますけども、すべての移動平均線がね上から覆いかぶさっている。まあ雲はね薄いんであまり意識するところではないかなというふうに思いますけども、日足も雲はねかなり上目にありますからいいかなと。で、1時間足レベルも移動平均線が上にね中期長期覆いかぶさっていて、雲も覆いかぶさっているので、上がってこようにもなかなか上がってこれない。上がってきたとしても$1,800中盤あたりでまた売りがかかってずるっと落ちてくる可能性がありますし、なんかちょっとこうねもう$1,700を一回割れて、それをねやっぱりこう期待している方々も意外と多いんじゃないかなというふうには思いますけれどもね。まあそこを加味するならば、どうでしょう、$1,700ここでの現物買いはいいでしょうけれども、
ちょっとね、うん、割れ込んでから一旦ちょっとヒゲまでつけて反発をしてくる可能性がありますから、割れ込んでから戻ってきてからの売り、ショートをかけて下落を狙っていく、1200ドルあたりぐらいまでの下落っていうのは、これ想定ができます。はい、週足レベルの長期の移動平均線が1200ドルあたりぐらいにいますので、一回1700を割れ込んでヒゲまでつけて戻ってきて、1700を逆にレジスタンスとして、うん、機能させて下にブリッと落とされていく可能性が、これはまあ当然ありますので、そこでのショートインがいいかなというふうには思いますね。今下目線が濃厚でございますから OK ですか。でロングで入るんであれば、このね右下がりの高値を結んだライン、ちょっと4時間で見たらはっきり分かると思いますけども、このラインをね超えていければ高値を結んだラインを突破するような状況になりますから、ある程度力強さが、まあ、2000ドル付近ですよね、2000ドル付近を明確に抜けていけば一旦2150ドルあたりを目指して上がってこれるかなと。でここを抜けていけば2300ドル前半ぐらいを目指して上がっていけるかなというふうに思いますので、もしね、FX でロング仕掛けたいなと思う方は、ちょっと1700ドルの次の叩きは多分ちょっと怖いかなと思いますので、うん、だったなら割れ込んでからの上がってきてのショートイン、もしくは高値を結んだラインを突破してからのロングインがいいかなというふうに思いますから、ここは一つね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次行きましょう。ビットコインがちょっとね上がってきておりますけれどもね、まだまだ下目線が濃厚ということで意識をしておきましょう。次行きます。次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。エンジンコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.63、0.62 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、いいですか？ここですよね。ちょっとごめんなさいね。どこだったかな？日足。はい。そうですね、日足を見ていただくと分かるように、まずはこのオレンジのライン、まあ状況確認をすると、このオレンジのライン、これは3、もうちょっとこうね、肩の落としが足らないんですけど、まあ三尊形成のネック割れということで、まあ認識しておいてもいいんじゃないかなと。三尊のネック割れですよね。ネック割れからの下落を起こしてきたと。うん、ちょっとこうアップで見ましょうか。下落を起こしてきましたということですね。オレンジラインを割れ込んで、でそこから、反発をしてきてね、あ、ごめんなさいね、ちょっと切れそうです。反発をしてきて戻そうとしたんですけれども、やっぱりこの三尊のね、まあこういう広い範囲の三尊ですかね、ネックが逆にレジスタンスラインとして効いてしまって、ズルズル落ちてきてしまった。で、そこから、もう高値をね、更新できずに、また、ズルズルと落ちてきているような状況にはなっている次第でございます。OK ですか？で、そこから、いわゆる三尊割れからの下落のね、平行チャンネルを、まあ言っちゃうと描いているような状況。で、下落の平行チャンネルを下にさらに割れ込んでしまったんですよ。やっぱりこれは意識がされていたかなと。もう割れ込んでしまって大幅下落をバリッと起こしましたので、やっぱりこの下落の平行チャンネルは意識されていた方が多かったかなというところでございます。OK ですか？で、そこからですね、はい、まあまた下に割れ込んでズルズル落ちてきたわけでございますけれども、うん、そうですね、うん、とまあ言っちゃうと、下落チャンネルのトレンド開始からの、トレンド下割れ、下落トレンド下割れで、今どういう状況かと言いますと、下落チャンネルをね、まあ、当然下に割れ込んでしまって、で、あと一つごめんなさい。引き目で見たらわかると思いますけど、この黄色の去年ね、いわゆるサポートラインとしてバチバチに効いていた 0.76 ドルも、なんと割れ込んでしまったんですよ。それを加味すると、いいですか、割れ込んじゃいけないラインを割れ込んでしまったので、戻ろうにも、売り圧がかかって、いわゆる戻り売りで、売りがかかってね、ずるずると落ちてきているんですね、今。ですから、まあ、さっき言ったイーサリアンも、その戦略でもいいんじゃないかってことです。一旦割れ込んでからの戻りが発生してきてからの1700でのショート打ちで、さらに落ちを狙っていくというのがイーサリアンもいいでしょうと。だから、このエンジンコインがそのイーサリアンのショート打ちのいい例なんじゃないかなと。まだ分かりませんよ。1700ドル割れないと、そのね、逆に1700ドルをレジスタンスにする可能性が、当然ないですが、レジスタンスという意味で言うとね。だから、まあ、イーサリアンもさっきそういう風に言いました。うん。だから、こう、エンジンコインは、それのいい、ま、今ね、いいお手本に今なっているということでございますね。ですから、ここもう一回ね、0.76 ドルにタッチしてきたら、下、まあ、いわゆる下落を狙ってね、ちょっとショートインをしてみる。で、その時に、どこを一つ利確ポイントとしておくべきかといったら、やっぱりこのね、0.3 ドルです。ここを目標に落ちてくる可能性があります。大幅下落ですね。大幅上昇を起こした時の起点となる場所として当然意識がされます。はい、OK でしょうか。こういった形で、もうね、安値切り上げ、高値切り上げで、ぐっと一気に始まってきたね、起点となる底値場所でございましょう。うん。やっぱり、こうね、カップウィズハンドルが、まあ、カップウィズハンドルというか、操作ボトムが作られて、このね、ネックラインをサポートとして機能して上にさらに上がっていったところがありますから、その底、はい、0.3 ドル付近までのね、下落というのは注意をしておかないといけません。まあ、ショート税に関してはそこまでのね、落ちを一つ期待をして、0.76 ドルでのショートインで 0.3 ドル付近までの下落を狙っていくみたいな形でね、やっていくのがいいでしょう。よろしくお願いいたします。もし下落チャンネル内にもう一回回帰をしてきたらね、ちょっと力強さが出てくるかもしれませんので、その時はやっぱり損切りをねしていかないと、なかなかね、嫌な上昇に巻き込まれてしまう可能性があります。ロング勢はですね、あ、ごめんなさい、ショート勢は特にですね、ここは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう、次行きましょう。次はユニをね見ていきましょう。ユニですね、行きまーす。ユニなんでございますけれども、ただいまの価格が、5.1 ドル付近をね推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しましてはいいですか、ちょっと広い目線でね見ていくならば、はい、ダブルボトムが形成をされていて、ここですね、ダブルボトム、はい、かなり前ですよ。
まあダブルボトム形成からのネックを上にブレイクしていってから大きな相場が作り上げられていったと、うん、ですけれども一旦大幅に下落をしてきたんですけど、まだそこでは切り上げという状態だったんです。ここまでこれ切り上げの状態だったんですけども、次のアタックでこの高値をね超えることができなかったので、ここからね、まあ、いわゆる下落開始ということですね。でそこから高値をねもう更新することができずにダラ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 下げていった。で安値をもね、まあ、当然更新していきながら行ったんですけども、過去のウェッジがね今作られているような状況、いいですか、もう一回言いましょうか。ダブルボトムからの形成からの上に抜けていった。でまだこの段階では安値を切り上げていっていたのでアタックに入ったんですけども、高値を更新できずにずる下げを行って下落が開始、下降ウェッジが今作成をされているところでございます。 OK でございましょうか。で、今ねこの下降ウェッジを作ってるんですけども、その下降ウェッジの上端アタックに入ってるんですよ。でここ抜けていけばねある程度力強さ出てくるんですけども、雲がまだね、やっぱり上に覆いかぶさっているので、入っていくんであれば雲を抜けた8ドル超えからねやっぱりこうロングインを仕掛けてみるのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、もしこれね落ちてくるんであれば、今からまた押されてウェッジ台を推移していくんであれば、最悪2ドルぐらいまで、本当にこのウェッジの片値ぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、ロング勢はね注意、抜けていったと思って入ったとしてもいいですか、長期のごめんなさい、日足の短期、ごめんなさい、中期並びに雲が上から覆いかぶさっていますから、上値が重くなってねまたずるっと落ちてくる可能性が当然これありますので、ロングイン勢は8ドル超えていってからは上が開けてきますから、結構いい形でね上昇に向かっていけるんじゃないかなと。で、もしくはもう一個このウェッジの片値での反発狙いですね、そこで入っていくのがいいかなというふうに思いますので、ここは一つね押さえておいてください。ウェッジは上にブレイクしていくっていうところがオーソドックスな、まあ基本的な流れとしては多いので、ちょっとねこうショート勢はショート勢でウェッジはある意味怖いかなと思いますから、まあロングの待ち構ええー、2ドル付近もしくは8ドル超えからのロングイン、どっちかでの待ち構えがいいかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。なかなか今の状況で入っていくのはどっちも怖いかなというふうには思います。抜けるかもしれないし押されて落ちてくる可能性もありますしね、かなり不安定なところでございますので注意をしておきましょう。はい。で次いきます。今日の最後ですね、今日の最後はビッダーをね見ていきたいなというふうに思いますよ。ビッダーをどこにいるかな、いました、もうねやべえとかいう状態を通り抜けているんですよビッダーはね。いきます。ビッダーなんですけれども、ただいまの価格がもう 0.5 ドル、ちょっとこれはねちょっとこれは笑えない状況まで落ちてきてるなというところがございます。で当然今の仮想通貨業界の悪い流れがありますし、バイビットさんねビッダオに関するキャンペーン的なものを打ってるんですよ。これ何かと言いますと、ビッダオ1万ビッダオ以上保有している方は先物関係の手数料がかなり安くなるみたいな、キャンペーンを打ってたんですよ。ですからそれがあるにもかかわらずこんだけ下げてきている、もうね人々の興味がマジでないんですよ。マジで人々の興味がないですけれども、いいですか、忘れてほしくないのはやっぱりローンチパッド関係があると元気良さが出てくるんですよね。それを加味するならば、ちょっとこうね、買い集めを行っていってもいいような状況まで今来てるんじゃないかなとはねちょっと思っているところでございます。ビットマン TV。ですから、お金に余力がある方は、ちょっとこれね、かなりの下落してますから、かなり枚数、集められると思うんですよ。現物で。で、あとさっきも言ったように、やっぱり、バイビットさんの、ローンチプールね、ローンチパッド。うん。ここはやっぱり人気がありますので、これがあるとね、やっぱりなんだかんだって元気良さが取り戻されていく。そこがありますので、気になる方は、ちょっと現物をね、購入してみよう。面白いかもなと。ただ、下に落ちてくることは確実に想定しておいてください。0.3 ドルっていうのが、下落チャンネルの片値ですから、これ最悪まだ下掘っていくなら、3ドル付近までの落ちはね当然これは想定をしておくような状況でございます。ですがもしまだね下に掘っていくでしょうと、でまあある程度安値でまだ仕込んでいきたいなと思う方は 0.3 ドルぐらいの差し値を置いておいてもいいかなと。ただねそこも割れ込んで大幅下落を起こしてくる可能性も当然ありますから、やっぱりね枚数少なめにねやっぱり行きましょうということでよろしくお願いいたします。でこういった通貨がいきなりねまたまた注目を集めてバリッとね、上がってくるっていうところもやっぱり仮想通貨業界ですから、そうなってから入っていくとねやっぱりこう遅い部分もありますので、気になったら吉日、はい、気になる方はねちょっと少量で現物をね購入ちょこちょこしていくフェーズに入っていってもいいんじゃないかなというふうには思いますので、よろしくお願いいたします。なんかバーンとかあと買い戻し関係もやっぱり今ちょっと行われてるんでしょ、実はね。なんかツイッターで流れてましたよね、ビッダーの公式の方で流れてましたので、そういった絡みもありますからね、今後の上昇には期待をしていきたいところ、やっぱり絡んでいるところが大きな取引所バイビットさんでございますので、バイビットさんね大きな取引所でございますから、やっぱりこれ下がってきた時に何かしらの救済案を出すんじゃないかなと思うんですよ。何かしらですけども、それがどのタイミングかっていうのがちょっとまだわかんないので、そういったところのね、期待をしつつちょっと集めていくのありなんじゃないかなっていう通貨の一つでございますので、よろしくお願いいたします。はい。それではね本日の第2部の配信以上となります。そして、明日の朝の第1部なんですけども、これもねちょっとね明日もね、休みなんですけど仕事がちょっと立て込んでまして、ちょっとできるかどうかわかりません明日の配信自体が、うん、もしできないときはね、ツイッターの方で2つもできないときは言いますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい。それでは、明日、もし、配信があればねお会いしましょう。なければ月曜日にね、皆様お会いしましょう。では。